牛のすぐそばに佇む鹿。あちら鹿の姿が確認できます。だいたい50頭ほどいるでしょうか。草を食べている様子が確認できます。そしてそのすぐ横には牛もいますね。ここは南富良野町にある公共串内牧場。牛を放牧し、栄養分の高い牧草を食べさせて育てる牧場なのですが、牛よりも目立つのが鹿の姿です。また別のところに鹿の群れがいますね。だいたい100頭ぐらいいるでしょうか。先ほどより大きな群れです。鹿の大群が牧場に侵入してくることで牛の餌に影響が出ているといいます。先っぽ食べられてますよね。鹿はいいとこ取りをして美味しい部分だけを食べて、牛さんは栄養価の少ない繊維質の多いとこだけを食べてるみたいな。男性は牧場の一角で子牛を育てていて、刈り取った牧草を餌に与えています。しかしその牧草を鹿が先に食べてしまう事態に。年に2回刈り取る予定が、一昨年も去年も一度しか刈り取れなかったそうです。鹿に食べられていることによって、やっぱり収量的なものはかなり減少はされてはいると思います。鹿にとってはやっぱ食材豊富なところですので、ものすごい勢いで増殖はしていると思いますね。牧場の周りには牛が外に出ないための柵がありますが、鹿にはほとんど効果がありません。増え続ける鹿に南富良野町は、牧草とはいえ農作物の被害なもんですから、やはり駆除していかなければいけないなというのは考えています。どういう方向でどういう対策が一番いいのか、町としましてもですね、検討をしてですね、今年度をなんとかですね、鹿の頭数をですね減らしていきたいな。南富良野町は鹿用の柵の設置や捕獲用の罠を仕掛けるなどの対策を検討していますが、早くても牛の放牧が終わる秋以降になるということです。